はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけど、今日はねこのアルトのね整備点検ですね。まあいつも通りのね内容にはなっちゃいますけどね。それではね皆さんご視聴の方お願いします。はい、ではね今からこちらの車のね下回りの錆止め塗装をします。まあファスターで全面錆止めをします。以上でね、まあこういう感じでね、全部下塗りが終わりました。はい、今ね、レックスの方を施工してます。で、例のごとくね、まあ回転数はうちは上げてあるんで、まあ、効率的にね、溶剤が途中に残ってたまらないようにして、燃焼室にね、しっかり送り込むっていうやり方で回転数上げてやってます。はい、じゃあね、今からね、スラッジナイザーっていう、エンジン内部のフラッシングをします。機械的にやるフラッシングですね。で、まずはね、オイルを抜く必要があるんで、まずはオイルを抜きますね。はい、接続が完了しましたね。こちらのドレーンのところと、このエレメントのところに取ってます。はい、それではね、今から施工します。はい、以上でね、スラッチナイズが終わりですね。まあ、この機械はですね、エレメントとね、ドレーンつないでやるっていうので、やります。で、通常のね、フラッシングと違ってね、エンジンが停車してる状態でやる。で、油圧の圧力はね、エアでやって、通常のね、フラッシングってアイドリングでやるんですけど、こういうのは、アイドリングの油圧よりね、高めの空気圧に設定して、要はその油圧を超える、ね、普通の油圧、アイドリング圧を超えるね、圧力でフラッシングをしているっていうところですね。で、あとはね、この機械今ついてるのを外してドレーンを取ってね、オイルパンに残ってる溶剤があるんで、それをまた吸って終わりですね。で、あとオイル入れたら終わりです。はい、次はね、このミッションオイルですねを交換します。ドレーンはこことね、ドレーンはこことドレーンこっちのドライブシャフトのね、ちょっと横ら辺にある、ここがドレーンですね。
まあ、ミッションオイルは、まあ、ちょっと汚れてるぐらいですね。まあ、そんなむちゃくちゃ汚れてるわけじゃないですけど。はい、じゃあ今からねブレーキ液の方を抜きます。まあ、こんな感じでだいぶ汚れてますね。まあ、これをまず上から吸ってで新しいオイルを入れて、そしてねあのペダルを踏んで出すっていう流れでいきます。はい、でブレーキ液はねこう水に溶けるんでこう水かけてもらえれば大丈夫なんで。はい、ねブレーキ液ですね、まあ、こういう感じで綺麗になってますね。年数が経つとね色が変色していくんでしっかりとね交換をしてやるとね。はい、じゃあね今からねエアコンのガス抜きの方ですねをしていきます。で今もうね低圧と高圧さしてますね。で今回気づいたことなんですけど、これエンジンがね R06 になるんで K6 じゃないんですけど、まあ、エアコンのね低圧の位置が今まではねこっち側だったんですけどね、こっち側になって、まあ、作業性がかなり良くなってますね。あとこう高圧がこちらですね。でそれではね抜き取りの方をねやっていきます。オイルのね量なんですけど、オイルの量はここに書いてます。 300g のプラスマイナス20ですね。じゃあ今からねオイルの回収をします。じゃあ何 g が出るかですね。はい、じゃあね今から虫ゴムの方を外していきますね。フラッシングをするときは虫ゴムを外して施工するという形です。でこの専用のねこの虫外しがあるんでこれで虫を外します。はい、じゃあね今からフラッシングをします。クリーニングサイクルは3回でいきますね。はい、1回目のフラッシングですけどね、1155g のね、液化したガスを入れてるっていう感じです。で、これをね、今回収してるんで、1回回収がし終わったら、また2回目のね、ガスの、液状化したガスを入れて、掃除するっていう流れでいきます。はい、じゃあねフラッシングが終了したんで、今からね虫ゴムをはめてで通常の、ね、ガス入れをして終わりですね。はい、じゃあ今ね真空引きが終わって今からねコンプレッサーオイルの方を入れます。でこちらのねコンプレッサーオイルですけど、ここが廃油で、で今こちら新油を入れてるんでですね、今からこの新油をね入れていきますね。はい、今車の方もねしっかりと今磨いてますんで、まあ、こういった感じですね。
はい、車を磨いた感じはこんな感じですね。まあこういう感じで綺麗になってますね。はい、皆さん今日のサブチャンネルいかがでしたか。まあこのねアルトの、まあ、整備の方なんですけど、まあ、今回はね車もね3万ちょっとしか走ってないんで、まあ、あんまりやることっていうのはなかったですね。まあローターとかもねもう今回は研磨せずにっていうところで、まあ通常通りね腹塗ったりとか、まあ車磨いたりとか、まあ他にもねいろいろやったっていう感じですね。まあ以上でね今回のこのアルトに関してのまあ動画です。またね次回新しい動画ありましたらアップしますので、皆さん少々お待ちください。